ベニマシコは、スズメモクアトリカベニマシコ族に分類される鳥類の一種で、ある。また、ベニマシコ族唯一の種でもある。日本、中国、カザフスタン、北朝鮮、韓国、ロシアに生息する。日本では、夏鳥として、北海道、青森県下北半島で繁殖し、冬鳥として、本州以内へ渡り、越冬する。ユーリエゲスシビリカス繁殖地では、 低木が点在する草原や湿原、海沿いの低木林などで生活する。4から10月に見られる。平地の海岸、川、沼のやぶのある草原や湿原などに繁殖する。枯葉や花の穂などを材料に、湾形の巣を作る。5から7月に淡い緑褐色に、暗色のブチのある卵を3から4個産む。腰陶器は、丘陵や山毒の林園や草原、河原などで生活する。 10から4月に見られる。繁殖地では、地上や樹上で昆虫などを捕食している。越冬地では、稲荷や、タデカの草の実をついばんでいる。地鳴きは、ピッポ、ピッポ、または、フィー、フィー。さえずりは、フィー、チリチーチョ、チーチョ。全長約15センチメートル。翼海長約21センチメートル。ほぼスズメと同寸。くちばしは丸みを帯びて短く。 肌色をしている。オスは全体的に鉱石色を帯び、目先の色は濃い。夏はは赤みが強くなる。頬から喉、額の上から後頭部にかけて白い。また、世話に黒褐色のブチがあり、縦縞に見える。メスは全体的に明るいくるみ色で、頭部、背、喉から胸、脇腹の羽毛に黒褐色のブチがあり、全体に縞模様があるように見える。 学名、ユーリーゲス・シビリカスのユーリーゲスはギリシャ語で、公営隊長、シビリカスはロシア語の、シベリアの意。ワミオの、ベニはその名の通り体色が赤いため。マシコは、マシコと書き、猿のことで、猿のように顔が赤いためつけられた。この、マシコは赤い顔をしているアトリカの鳥につけられている。日本の以下の都道府県で、以下のレッドリストの指定を受けている。 ありがとうございます。